新造船は輸出船が大半を占め、造船は外貨獲得の花形。ここ数年は鉄鋼に次いで第2位の地位を確保している。輸出船の受注実績も年々上昇しており、その傾向はここ当分変わる気配もない。現在日本の造船所は4年先までの契約を手持ちして嬉しい悲鳴を上げている。そして世界の船舶はタンカーや鉱石専用船などを中心に激しく大型化している。大型化への先陣を切ったのは石川島播磨重工の横浜造船所。15万トンの東京丸や21万トンの出光丸の実績がある。造船業にとってここが果たした歴史的な役割は大きいものがある。大型化を可能とした原因の一つに球形船首、つまり丸く飛び出した船首の採用がある。これは日本で開発された技術で、この突端で海中に波を起こし、海面の波と重なって波を消す役割を果たし、船の安全に大きな力となっている。今では世界中の船がこの日本のシンボルをつけて走っている。